ルベン族は、イスラエルの十二子族のうちの一部族である。ヤコブ・トレアの第一子のルベンを祖としている。ルベン族は、エノク族、パル族、ヘツロン族、カルミ族の四子族によって構成されていた。で、エジプト語は、シェデウルの、コエリツルが、ルベン族の長、分断の頭として活躍した。ハタジ氏に従って進むときは、ルベンの宿営には、シメオン族とガド族が属し、 ユダ族の宿営に次に進んだ。カナンの地を探る石膏として、ルベン族からはザクルのコシャムアが派遣された。モーセとアロンに無本を起こしたレビ人コラに共謀したのは、ルベン族のエリアブのコダタンとアビラム・ペルテのポーンであった。最初の人口調査では、20歳以上の男子が46,500人であった。38年後の第2回目の人口調査では、 43,730であった。ルベン族には家畜が多かったので、ヨルダン川の東側のギルアデの地を相続地としてガド族、マナセ族と共にモーセに求めた。そして彼らがヨルダン川を渡りカナンの地が征服されるまでは他の部族と共に戦うという条件付けで許可され、ルベン族はガド族とマナセ族と共に戦った。相続地は東は アモン人と国境を接し、北はヨルダン川としかい、南はアルノン川を境として、西はヨルダンのベテニ村の南の地点からヘシュボンに至る、千王ガどの相続地との境とした。ルベン族は天然の防御がなかったので、東と南から外敵による侵略にさらされた。そして、カナンの征服が完了した後に、ヨルダン川の東の所有地に帰還し、祭壇を築いたが、 それが疑惑を招いた。獅子の時代には、死セラの戦いには協力せず、デボラに攻められた。ハガル人との戦いにおいては神に助けを求めた、勝利した。エゼキエル書に登場する門の一つには、ルベン族の名が付けられており、ヨハネの目視録にも、イスラエルの子孫の印を押されている中に、ルベン族が含まれている。ありがとうございます。